どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。今私は、ハワイのダニエル K イノベ空港に来ております。本日はねこれから、ANA の、フライングホヌに乗ってね、日本に帰ります。私自身ね初めての、飛行機ということで今回ワクワクしております。でね、今朝の何時9時ぐらいでもうねチェックイン始まってると思いますんで、チェックインの方を、ね、していきたいと思います。それでは行きます。それではね、無事チェックインすることができました。こちらね、ビジネスクラスのレーンにはなっているんですけども、結構並んでいますね。それでは制限エリア内の方にね、移りたいと思います。それではね、出国審査、手荷物検査ね終わりました。でこれから新しくできたはずの ANA ラウンジにね行きたいと思います。でラウンジの方はねちょっと別に動画撮ろうかなと思っておりますんでそちら見てください。それでは行きます。それではね搭乗が始まりましたので搭乗していきたいと思います。それでね、搭乗いたしました。とうとう乗りました。フライングホヌエアバス380ですねの今回ビジネスクラス乗らせていただきました。どんな感じのフライトになるかねちょっと楽しみですね。これね、マットレスとか、その他ね、こういうのはマットレスと枕、ブランケットはいつも通りですね。あとこちらですね、スリッパとアメニティとヘッドホンが、ね、一緒になってこんな感じで提供されています。で足元がこんな感じで、後でねフルフラットにした状態を見せたいと思います。で画面です。モニターがだいぶ大きい感じがしますね。気のせいでしょうか。座席側です。ここもね、ちょっと広い感じが若干しますね。気のせいかもしれないんですけど。で、これもね、どうやらここのボタンで、このボタンでもしかしたら上げれるのかもしれないですね。で、こっち側ですね、リクライニングが変えれるボタンがあります。で、安全のしおり。で、あと、こちらがですね、備え付けでサービスで付いております。でこちらにその他の翼の報告があったり USB の電源があったり、普通の音声、あと、イヤホンですね。であとこちらリモコン、だいぶガラリと変わりましたね。こんな感じとなっております。それではね、もうしばらく飛行機が動くのを待ちたいと思います。初めてのね、フライングホヌビジネスクラス楽しみたいと思います。いやいいですね。またなんか新しい匂いがします。今回の座席は 17AE を、隣に、ね、妻がいて利用させていただいております。でね、ビジネスクラスは、満席かと思ったんですけども、どうやらね、空席がちょこちょこあるっぽいですね。座席は 1D1 っていう座席となっています。それではね、搭乗して10分ぐらいでね、ウェルカムドリンクが来ました。ね、写真を撮りたいだけのためにまたシャンパンを頼みました。これだけで多分ベロンベロンになりますね。
荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下に置いてください。それではね、間もなく離陸となります。ちょっとね、CA の方にちょっと窓側の席が空いていたので、ちょっと助けさせていただけませんかっていうことで、ね、お願いしたらいいですよということでしたので、ちょっと、ね、今座席を移動させていただいております。それでは離陸待ちたいと思います。で、外はですねこんな感じとなっています。いやーでかいですね、翼も。離陸、着陸どんな感じなのかちょっと楽しみになります。それでは間もなく離陸となります。
それだね、フライングホヌお手洗いに来てます。まあこんな感じでやっぱ綺麗ですね。まだ就航したばかりということで、でマウスウォッシュと歯ブラシが常備されてます。あとティッシュですね。でコートかける、コートかけるところと、あとトイお手洗いのシートですね。あとお手洗いがあって、でウォシュレットがついてます。やはりお手洗いもピカピカですね。機内食が始まるんですけども、このリモコン、これ液晶のリモコンなんですけども、これすごくないですか。行き先と時間が載っていて、でここはね、なんですか、トラックパッドって言うんですか、ちょっとわかんない、ディスプレイのカーソルにね、こんな感じでなって、これを押すとね、こういう感じで選択されるっていうことで、ちょっとね、今までのやつとはね、だいぶやっぱ進化してますよね。すごいですよね。でライトとかね、音量とかもここで、で CA さん呼ぶとかもね変えられるっていうこと で電源もねここで切り替えられるということで、すごいですね。おしゃれすぎる。それでは間もなくね機内食が始まると思います。それではね、離陸して10分ぐらいで、メニューが来ました。まずお酒ですね。こんな感じとなっています。ちょっと私は毎回の通りそこまで詳しくないんで、多分お高めのものあるんじゃないかと思います。これが ANA スペシャルワインセレクションですね。でカクテルです。でこちらが、食事メニューですね。和食と洋食となっております。でお好きな時に、この路線はきつねうどんなんですね。ラーメンはありません。でちなみに銀だこもないんですね。ちょっとあるかなと期待しておりました。で飲み物メニューなんですけども、こちらだけね、ホノルル線限定のパインアップルジュースがホノルル限定であるということです。で今回私はね、ちょっと和食にですねエビが入ってたんで洋食をチョイスいたしました。それでは機内食ちょっと待ちたいと思います。おつまみ的なのが到着しました。恒例のトマトジュースいただいています。サラミですね。サラミじゃないですね、サラミっぽいですね。チーズ、うまいですね。それでは機内食が来ました。やはりね、人が多く乗っているということでして、結構かかりましたね。テーブルクロスから多分30分ぐらいかかってると思いますね。まあしょうがないですね。それではいただきます。食べやすい箸で入れてますね。
これ全部一気にバーッとくるんですけど、これは知らないんですよ。やはり利用してみないと分かんないですね。それでも残りサクッと食べちゃいたいと思います。食後のハーゲンダッツが来ました。着陸までもうしばらく待ちたいと思います。それではね、間もなく着陸となります。でも遅刻な？もう声が降りなかった。
ね、無事成田空港に到着いたしました。いやフライングホーンズすごかったですね。やっぱり、初めてのね2階建てのバス、あバスじゃない2階建ての飛行機にね乗ったということなんで、やっぱりねいつも見えてる、窓からね座席の風景とまた違いましたんで、すごい楽しかったですね。はい、ANA のビジネスクラスね、ありがたいことに何度かね乗させていただいてるんですけども、また違った風景が見れてとても楽しかったです。今回はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととてもありがたいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。